アドベンチャー級偵察巡洋艦はイギリス海軍の偵察巡洋艦の艦級。初代 E 級の整備に伴って1903年度計画で建造された共同艦のうちアームストロング社による建造分である。イギリス海軍の駆逐艦はもともとフランス海軍を仮想敵として近海での作戦を想定してきたが英仏関係の改善と ドイツ帝国海軍の台頭に伴い、1901年度計画より、想定戦場を北海に移して、公用性を向上させた E 級の建造に着手した。これを受けて、1901年4月、地中海艦隊司令官、フィッシャー提督の水雷戦隊指揮官であった、ジャクソン大佐は、駆逐艦を共同する小型、高速の巡洋艦の必要性を提言した。これは、 実質的に共同艦というべきものであり、ピローラス級防護巡洋艦や、バーラム級水雷巡洋艦、水雷砲艦の後継となる、より高速の艦として構想された。ジャクソン大佐は、高止速力24ノットと持続速力19ノット、高速距離1200回儀という運動性能と、無線設備、機関設備の搭載を提唱した。1902年5月には、ビッカース社、 ジョン・ブラウン社、フェアフィールド社、テムズ鉄鋼造船所、アームストロング社、キャメルレアード社に要請が発出され、アームストロング社、フェアフィールド社、キャメルレアード社、ビッカース社が2隻ずつを協作することになった。このうちアームストロング社による建造分が本級である。1914年に取られたアテンティブ。上記の経緯に基づき、 駆逐艦に匹敵する高速性能が求められたことから基本的には駆逐艦を拡大した船型となっている。ただし、巡洋艦としての基準で建造されたことから海軍本部の要求に基づき艦艦に装甲を施す防御艦艦方式が採用された。装着範囲は艦艦を全通しており19から51ミリ厚とされた。水栓部装甲は持たない。 なお本級は、A 巡洋艦としては初めてクリッパー型の艦種を採用しており、簡素な短脚式の簡素なマストと相まってスマートな艦姿となっていた。ボイラーとしては、ヤーロー式水艦ボイラー12艦、手機としては、直立式3機等3段膨張レシプロ蒸気機関2機を搭載しており、スクリュープロペラに軸を駆動した。出力は1万6000馬力であった。 なお12機のボイラーの排気は4本の煙突に導かれているが、中央の2本が4機ずつ、前後の2本が2機ずつを分担していることから、太さが異なっている。漢方としては、1902年5月の設計では、40合計7.6センチメートル砲6門を搭載する予定とされていたが、8月には、さらに4問が追加された。 また、魚雷防御砲として40口径4.7センチメートル砲8門が搭載された。水雷兵器としては、駆逐艦と同様の旋回式45センチメートル、魚雷発射艦2門が搭載されている。船体中央部には4ホーム煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立っている。煙突の周囲は、関西艇置き場となっており、2本1組として、 片言4組ずつ、計8組のボートダビットにより運用された。ありがとうございます。